声ぶっさーってなった。あれはなんか笑い方の問題な気がする。はは、ほほほってやつでしょ。いやでもみんな声好きって言ってくれてるけど、あれよ、若干配信ボイスではあるぞ、さすがに。私ごめん。そう、ちっちゃい頃にさ、くれんの、月もらっちゃった、ありがとう。でも一生話してないね、私。ちっちゃい頃に初めて自分の声を聞いた時に、衝撃的すぎたって言いたかっただけなのに、それが一生言えなかった。なんか途中で止まってマジで衝撃的だった。え、声ぶっさーってなった。いやでもマジでね、初めて聞いた時は結構衝撃的だったな。もう慣れたの。うん、配信声を聞くのは慣れたよ、全然。配信のアーカイブとか切り抜きとかは全然見れる。さすがに、さすがにっていうか、なんか慣れたな。座りすぎててお尻の骨の裏マジで痛い。いやでもみんな声好きって言ってくれてるけど、あれよ、若干配信ボイスではあるぞ、さすがに。私ごめん、全然配信ボイスではある。別になんか無理しては喋ってないけど、全然楽ではあるんだけど、喋るのは。でもなんか配信つけるとこの声になるとこはある。普段の方がもうちょっとテンション低いわ、トーンとか低いと思う。だるそうに喋ってる気する。もうちょっとだるそうにもまた違うのかな、自分の感想だから分かんない。友達に聞いてみないと分かんないな。笑ってるだけ低い声出てる。でもなんかあれはなんか笑い方の問題な気がする。はは、ほほほってやつでしょ。別に低い声自体は出るからな。めっちゃブサイクな低い声出せるよ。さすがにブサイクすぎてまだみんなには披露してませんが。